それから足の湖畔かなに植えられた杉並木を通り抜けて。姫、来た。手をどうぞ。降りるとき気をつけてね。ここが関所か。緊張するね。はい。そろそろと馬から降りて地面に足をつける。こうやって自分の足で立つのはなんだか久しぶりな気分だ。やっと着きましたね。閉門の時間に間に合ってよかった。ついにたどり着いた。そうだよ。一番の難関。箱根関に確か女性の改めは特に厳しいって言ってたよね。大丈夫かな。いや、なんか予想してるのはね、ここで出た瞬間に山賊に襲われるとか、中で入れ替わってるとかやりそうじゃないって思ってるんですけど、ね、久姫様の手形と違うところが見つかってしまったらどうしよう。今更ながらに緊張で足が震える。裾の長い白肉のおかげでバレはしないだろうけど、このままではいけない。姫、どうしましたか？顔がこわばっていますよ。そら緊張もしますよ。関所は初めてで、はい、姫も不安でしょう。ですが、そのような態度では関所の者たちに怪しまれてしまいます。あ、そんくらい顔に出てるんだ。もっと幸せそうな顔をしてくださいませ。無茶言うな。わかりました、とは言ったものの、いざ幸せそうな笑顔を作ろうとするとものすごく難しい。どんな風にすれば幸せそうに見えるんだっけ。あー、もうダメだ。ぐるぐる回っちゃうやつだこれ、思考が。常日頃であれば意識する必要もないことすらわからなくなってしまう。そのような表情ではダメです。姫はこれから嫁がれる花嫁、もっと幸せそうになさってください。そうだった、そうだった。お花嫁だった。いやー、わかってはいるのですが、だったらもう幸せそうにしとかないといけないのはそうなんですけど。あなたにも事情があるのでしょう。本来の目的を忘れてはいけません。ここで疑いを持たれて失敗するわけにはいかないのです。誰よりもあなた自身がそう思っているのではありませんか。左京さん。はい、そうです。絶対に失敗などできません。そうだ、私は絶対に江戸に帰ると誓った。父様のためにも必ず。駿府まで頑張ろう。この箱根関さえ乗り越えればかなり楽になるはずなんだから。いやー、左京さんも感情入ってるね。だいぶそう自分に言い聞かせて、なんとか花嫁らしい表情を作る。ほんの少し怖がっていたかもしれないけれど、とりあえず旧大典だと思いたい。そう、その調子です。いや、この人でも姫のためじゃなくて自分のために言ってるからな、これ怖いな。あと、姫がお持ちの厄除けのお守りなのですが。あ、そうだ、そういえば私が持っているわけにはいきませんよね。久姫様は上様の妹君、手作りのお守りを持っているわけがない。そもそもこのお守りには私の名前が縫い込まれている。さすがにまずい、それはまずい。あ、姫のお守りなら僕が預かるよ。僕たちは徳川幕府の雇った用心棒ってことで、すぐ関所を通れるんだ。そうなんだ。そうなのですか。うん、みんな男だしね。改めもほとんどないみたい。どういうこと。なんでこんな女の人ばっかり、ねえ、この目の色変えてこんな検査されるんだろう。それに僕なら姫のお守り持っててもおかしくないから大丈夫。もし見つかっても名前は何とでもごまかせるよ。あ、なんか頼りになるね。ではよろしくお願いします。下心ないからね、鈴鹿家は。大切に責任持って預かるね。いやー、頼りになる。柳生光義様、久姫様、面番所へどうぞお入りください。上御番所で番頭がお待ちしております。承知した。久姫様、参りましょう。よっしゃ、かえちゃん頑張って。
久姫様の名前を呼ばれ、ますます緊張が高まる。緊張を悟られたらダメ。いつも通りの笑顔で、お店でお客様の相手をするときみたいに。そうそう、そう自分に言い聞かせて、私は営業様と共に箱根関の大門をくぐった。そして拍子抜けするほどあっさりと瞳女による改めは終わった。あ、そうなんだ。あ、さすが半蔵様、そうと言いようがない。あ、そっか、化粧とか全部半蔵様がやってるもんね。いや、すごいな。怪しまれること一切なかった。姫、ご無事で。いやー、半蔵様のおかげですよ。あ、姫だ。あ、鈴懸くんだ。関所を抜けてくると、京側の御門には半蔵様と鈴懸様が待っていた。はい、預かってた大切なもの返すね。いや、この二人でよかったね、待ってくれてたの。で、お守りも返ってくると。ありがとうございます、鈴懸様。返してもらったお守りを大切に懐へとしまう。ほんの少し 手放していただけなのに、妙に心細かった。このお守りはやはり今の私にとっては心の支えなのだ。お父さん、聞いてるよ、お守りの効果。皆が揃ったらすぐに出発します。馬に乗ってお待ちください、姫。わかりました。私は千人ダメの様子を見てまいります。他の者たちが戻ってくるまで鈴懸とここにいてください。はい、いってらっしゃい。じゃあ、晴れやかに僕が手を貸すね。はい、姫、よろしくお願いします。よいしょっと。表情が晴れやかなんだよね。いや、まあ最大の難関抜けたからよかったよ。この場所にもだいぶ慣れてきた。お馬さんね。あれ？どうした？ん？よく見ればなんだか馬の様子がおかしい。まるで箱根峠へと足を踏み入れたばかりの時のように落ち着きがなかった。どうした？鈴懸様？関所に入ってからずっとこうなんだ。この子、何かに怯えてるみたい。そっと視線を向けると、私の言いたいことを察してくれたらしい鈴懸様がそう教えてくれた。怯えてる？山賊の気配、嗅ぎ取ってるのかな？なんかね、山賊の一味がちょっとなんか鬼っぽいっていうか妖怪っぽかったもんね。この関所に何かがあるのだろうか。それともただ単に関所全体に漂う緊迫感に気圧されているのか。確かに緊張はまああるだろうけど、大丈夫なのでしょうか。具合が悪いわけではないのですよね。うん、それはないんだけど。うわあ、危ない危ない、ね、いい子だからおとなしくして。一旦ちょっと降りた方がいいかな。どうしてしまったの。鈴懸様がなだめても馬はますます落ち着きがなくなっていく。本当にどうしてしまったのか。馬引きよ、大丈夫か。随分と馬が落ち着きを欠いているようだな。そうなんですよ。見かねたのか、御門の近くにある、番所に詰めていた関所のお役人様が心配そうに近づいてくる。せわしなく頭を振る馬をなだめながら、鈴懸様が困ったようにお役人様を振り返った。うん、怪我してるとかじゃないんだけど、どうしたのかな。あ、これやばくない。キャ、うわ、姫、大丈夫？何が起こってんの？その時だった。何を思ったのか急に、暴れ出したの？危ない危ない、大丈夫じゃない、多分。大丈夫じゃないよ。なんとか馬に捕まりながらとっさに即口にしたものの、手加減なしに暴れる馬の背で姿勢を保つのは難しい。ねえ、どうしちゃったの？お願いだよ、落ち着いて。いい子だから。うわ、これ振り落とされない？どうしたことか、鈴懸様の呼びかけも全く効果がない。宇宙人、上下左右に揺らす。お、落とされる。いや、これ踏ん張りもつかないじゃん、この服だったら。さすがにこの高さから地面に叩きつけられるのはひとたまりもない。私は必死で馬にしがみつく。うわー、あ、え、白向くの、白向くの懐から私のお守りが滑り落ちていく。ダメだこれは。まずいまずいのは君だ。これに
には私の名前が縫い込まれている。久姫であるはずの私が他の名前の刺繍が施されたお守りを持っているなどありえない。どうしよう。鈴懸様はそれどころじゃないし、いや、それ気にしてる場合じゃない。君は足がみついて必死に落とされたらたまんないから、どう見ても 馬をなだめるので手一杯だ。でもお役人様に気づかれる前にあの守りを拾わなければ。どうしてしまったんだ。久姫様ご無事ですか。姫様今お助けいたします。お馬さん蹴ってくれ。気絶するぐらい蹴ってくれ。見られては困る。いえ大丈夫。どういうか近づいて欲しくない。お守りに気づかれたら全てが台無しだ。どうしよう。落ちそうじゃん。てかなんで馬が暴れてんだ。やっと来てくれた。あ、よかった、佐京さんも来てくれたよ。助かった、天の助けだ。え笑っちゃったよ。もうどっちでもいいよ、もう本当に。もうええから早助けに今回って思うんですけど、これ、まあ、とっさに判断するだなでしょうね。どうしようかな。あ、もうどっちでもいいけど、まあ、まあ、助けに来たいだろうし、エニス様にしときますか。エニス様、助けて。よし、姫、俺を信じてこの胸に飛び込んでこい。え、エニス様。力強いエニス様の言葉に私はためらうことなく馬の背から飛び降りた。うわ、大丈夫か。エニス様が信じろと言ってくれたから、ああきっと大丈夫だと受け止めてくれると信じて。めっちゃ信頼されてるね、のはずだったのだけれど。え、これ大…エニシー頼むぞ。ちょっと…え、これ大丈夫？可愛い姫が俺の胸に飛び込んで、ここから始まる恋みたいな。あ？うわ！うわ！え？え？わかんない。何？わかんない。苦しい。いや、何が起こってんのこれは。え？一応これ成功はしてるんだよね。え、姫は何もなくて、こっちの人は。そんな意味ありげに手を置かれちゃうと俺も悪いことしたくなっちゃうな。なんてね。姫の方も一応ベザマに転んでも姫だけは死守する心意気は買ってくれ。ああ、いや、一応助けることはできたのか。びっくりしたー、ちょ、ほんとに。あ、よかったー。ごめんなさい。なぜか、気づけば私は思いっきりエニス様を潰していた。うん。しかも、すぐそばでお役人様たちも、痛そうに頭を抱えている。え？お役人様たちも、なぜかエニス様の足のあたりに乗っていた。なんでこんなことに？なんで？なんでこんなもつれてるの？私を受け止め損ねたエニス様がよろけてお役人様たちにぶつかったと、そんなところだろうか。ああ、なるほどね。ああ、つまり、私が重かったということで、いや、それはとても恥ずかしい。いや、多分違うよ。服が重かったんだよ。あとはもう体幹の問題だよ、エニスさんのね。ああ、どうして私を頼らなかったのですか。愚かな。え、佐京さん、こんなこと言うの？ちょっと待ってくださいよ。いや、意外だな、こんなこと言うんだ、佐藤さん。どけどけ、むさ苦しい。男なんざお呼びじゃない。おお、自分の体幹の弱さを棚に上げてこんなこと。え、一応役人ですよ。お役人さん、跳ね起きたエニス様がお役人様たちに突き飛ばしたと、あ、思ったら、周りにものすごい音が響いた。なんというか、音を聞いただけで痛い。より事態が悪化してるではありませんか。困ったな。そいつらなんてどうだっていいよ。姫、ごめんな。怪我はないかい？はい、私は平気です。そっか。それならよかった。ですが、あの、
お役人様たちが気を失ってしまいました。え、わっ、二人とも伸びてる。今気づいたの？気づくのが遅すぎます。姫、落ちていましたよ。困ったな、これ。落ちていた。あ、詐欺原様が差し出してくれたのは、私が落としてしまったお守りだった。お、ナイス！佐京さん。あ、これ佐京さん選んだ方が良かったかもしれなかったな。エニス様の方が、なんか体でかいからなんとかなると思ったんだけどな。私がエニス様の上に落ちたり、エニス様がお役人様を突き飛ばし、している間に引っ取っといてくれたのだ。ありがとうございます、佐京原様。馬が暴れた時に落としてしまって本気で焦っていたんです。お役人様たちに気づかれたらどうしようかと気が気じゃなくて。なんとかなって何よりでした。今度からは最初から私を頼ってください。その方がおそらく確実です。確かにな。どういう意味だよ。そのままの意味ですよ。ごめん、やっと馬が落ち着いて。うわ、なんでこの人たち気絶してるの？鈴影くん、全然気づいてなかったの。よくわからないのですが、エニス様とぶつかってこんなことになってしまったようです。そうなんだ。とりあえず手当てを。待ってください、鈴影。え？え、なんで？なんで？ちょうど他には誰もいません。このまま関所を出てしまいましょう。え、でも。いいの？不慮の事故とはいえ、面倒なことになってしまったのは事実です。エニシ殿が関所の足軽を突き飛ばしたのは間違いありません。下手に足止めをされてしまっては、いろいろと困ります。まあまあ。まあ、特に怪我もなさそうだし、平気かな。本当に突き飛ばして大きい音したんでしょ？やば、でも確かに事情聴取とかされてここで時間潰れてもなーって感じだけど、すまん、遅くなった。で、うわ、なぜ、門番が倒れているんだ？そうなるよね。一体何が？いや、ほんとごめんなさい。おい、何やらかしたんだよ。そうなるよね。話は後です。今は、とにかく早く関所を出ましょう。そうなるのか。手形の改めは、何の問題もなく通過できたというのに、こんなバカバカしいことで足止めされてはたまりません。エニシかよ。なんでわかんの？間違いではありませんね。うわぁ、すごい。こちらです。もう完全にトラブルメーカーとおかしい。わかった。先を急ぐとしよう。ここで足止めされるわけにもいかぬしな。姫、馬に乗れる？ごめんね。怖い目に合わせて。佐京さんの言うことに説得力があるんだろうな。もうエニシ様ならやりかねないみたいだね。そんな、かわいそうに。いえ、鈴影様とエニシ様のおかげで怪我をせずに済んだのです。ありがとうございます。いろいろと予想外ではありました。うん。だね。だね。どまい。そして、私たちはなんとか関所を通り抜けた。ああ、心臓に悪かった。手形の改めそのものはあっさりだったのに、その後なぜあんなに混沌としていたのか。それはいくら考えてもわからなかったんだけれど。エニス様。うん？で、続きか。ドタバタと関所を抜け、箱根宿を目指して再び東海道を歩き始めて少し経った頃。いや、これ、佐京さん側のね、あれも見たいな、なんか。私は選べばよかったのに、って、ね、言ってたし。すぐ近くを歩いていたエニス様に、私は馬の上から声をかけた。先ほどは押しつぶしてしまって申し訳ありません。重かったでしょ？何言ってんの？俺は丈夫な方だし、姫は軽かったから何も問題ないって。平気平気。ですが、お辛そうでした。あれは足軽の奴らのせい。あいつら胴丸も刀も重いんだっつうの。足がどうかなるかと思ったわ。しかも俺の着物を汚してくれたしな。ああ、足がたついちまったん。なんかあえて軽く言ってくれてんのかな、エニス様。ね、前を潜めて着物についた汚れを払い落とそうとしている。
それを眺めていたらつい手が伸びた。ん？やはり私のせいなので。え、姫？どうした？すみません、失礼します。お、何したの？幸い土の汚れば少し払っただけですぐにでも落ちそうだ。と言っても馬の上からだから、エニ様の肩あたりまでしか手が届かない。せめて肩のあたりだけでも汚れを払わせてください。優しい。ああ、姫、いいよ、いいって。これはエニ様もたちたちですね。ですが、お姫様に着物の汚れを払わせるとか、そんなことできるわけないでしょう。それより姫、何かされなかった？誰に？え、何かと言いますと？関所でだよ。瞳女の改めもあったんだろう。ああ、びっくりした。足軽に対して言ってるのかと思った。いえ、特に何もありませんでした。あっという間に終わりましたので。そっか。ならよかった。俺の姫をいじめるような奴は、このエニス様が許さないからな。俺の姫ですって。反応しない。半蔵様が手形と寸分違わない化粧をしてくださったので、万に一つも疑われたりしませんでした。そっかそっか。なら何も問題なしだ。私は問題ありませんが、エニス様は怪我をしていてもおかしくはないと思うのです。まあ、潰されてたぐらいだから。どうなんだろうね。せめて鈴掛様に見ていただくのは。大丈夫大丈夫。なんともないって。いや、本当だから。それより、さっき足軽どもに邪魔されたのが本気で悔しいんだよ、俺は。話題転換した。邪魔とは？せっかく姫のことを抱き留められる機会だったのにさ、もったいなさすぎて忘れられないわ。この人、あ、困ってる。あ、でもちょっと頬を赤らめてるね、カエちゃん。今度は何があっても、必ず姫のことを受け止めてみせるからな。約束するから。おー。来た。はい、無理はなさらないでください。楽しみにしています。いや、この人すごいな。なんかこっちはね、めっちゃ心配してるんだけど、うまいこと話をそらしてきた感じがするな、これ。これにしようか。相手の話題転換に持ってあげる。多分、エニス様は私のことを気遣ってわざとこんなことを言ってくれてるのだろう。あ、やっぱそうだよね。私が深刻に考え込んでしまわないように。だとすれば、ここはちゃんとエニス様の心遣いに乗っておかなければ。私がずっと気にし続けていたら、エニス様に余計に気を使わせることになってしまう。楽しみにしています。エニス様、頼もしい。え？本当にそう思ってくれる？やったー！エニス様のいいところはね、ちゃんとムードメーカーとして役割も果たしつつ、なんだろうな、向こうからグイグイ来るタイプの人って、こっちから反応返すと逃げたりとかすることもあるんだけど、この人逃げないよね。なんかね、ちゃんとこうコミュニケーションをしっかり取ろうとしているのがすごいいいと思うな。エニス様いい。いや、いい人なんだろうね、やっぱねが。ねえ。はい。やはり、いざという時に受け止めてもらえると思えば、心強いですから。姫ならいつだっていくらだって受け止めるよ。さっきはうまくいかなかったけどな。ただこれ、姫以外の人間にはちょっと興味なさげなのが気になる。でも、絶対諦めないぜ。本気になって闘志を燃やしているエニス様がなんだか可愛い。なんだったら指切りしてもいいぜ。はい、そうですか。え、するの？よしよし。かよちゃん、そんなことを考えながらエニス様と指切りをした。寸法にたどり着くまでの間はきっと私を受け止めてくれるだろう。ジェズマルも無事だったってことさ。文様に気づかれなくてよかったぜ。わあ、もう待って、待つぞ、これ。待ってくださいよ。ま、この辺りじゃ術丸を知ってる奴もいないだろうけどな。はい、前言撤回します。この人、姫にも興味ないかもしれません。術丸を守るためにこう言ってるだけかもしれません。いや、もう安心できないわ。もう、ムードメーカー。唯一のムードメーカーが、みたいな。本当に。それから少し進んで、西の空が赤く染まり始めた頃。まだ峠ですね。ん？
急に鈴掛様が立ち止まった。どうした鈴掛殿。馬が足が痛いって。え、お前馬の言葉がわかるのか。あ、ねえ、うん、見てればわかるよ。飛ばしちゃった、ごめんなさい。あと少しで箱根宿に到着する。着いたら休ませるとしよう。馬用の温泉もあったはずだ。あ、そうなんだ。うん、すごいな、箱根宿ね。鈴掛様の表情は思わしくない。もしかしたらそこまで馬の足が持ちそうもないのかもしれない。ごめんなさい、これ多分著しくないっていう感じですね。だとすれば選べる道は一つだ。あ、選択肢じゃないんだ。箱根席はもう近いのですか。さほど距離はありません。では私が馬から降ります。そうすれば馬の足への負担も減るでしょう。うん、宿が遠いのであれば余計迷惑をかけてしまうことになりますが、近いのでしたらそれが一番いいかと思います。バカ、勝手に馬から降りるな。乗り潰しても箱根宿に着けば馬の代わりはいるんだよ。うわ、こんなこと言うの。乗り潰してもはちょっと言い過ぎじゃないですか、兄貴。そんな簡単なこともわからねえのか。あ？え？あのさ、ケイ、姫がせっかくそう言ってくれてるんだし、少し降りてもらおうよ。あ、鈴掛くん。馬は足を痛めてるんだよ。乗り潰すなんてひどいと思う。うんうん、だって、同じ命なんだよ。ああ。馬の代わりはいても、こいつの代わりはいないだろ。命の数は同じでも重さは同じじゃねえよ。順序がある。うわ、難しい話し始めたな。いや、でも乗り潰すっていう言い方はちょっと私嫌だな。あんまり好きじゃないな。まあそのね、この一見、本当に言いたいことはわかるんだけどな。お前も侍ならわかるだろう、そんなこと。なんでいちいち言わなきゃいけねえんだよ。きついな、言い方が。でも、馬が苦しんでるんだ。これ以上負担をかけるのは危険だよ。このまま無理させたら、姫を乗せたまま大変なことになっちゃうかもしれない。そんなのダメだよ。どうせさっき箱根関で勝手に暴れて、そいつが勝手に怪我したんだろう。うわ、馬の自業自得じゃねえか。うわー、つべこべ言ってないで、お前は馬引きの仕事をしろよ。いやー、まあ、うん、でも、いやでも多分す、まあ、かよちゃん、鈴掛くんは馬もここまで頑張ったんだし、これからもお世話になるのにっていう考えなんだろうけど、これ多分 K の兄貴は通じないよね。なんか、なんだろうな、代わりの馬ね、次で見繕えばいいじゃんって言いそうだもん、この勢いだったら。でも、どうするんだこれ。鈴掛様の言う通り、馬には落ち着きがない。乗っているからこそわかる。じゃあ乗ってても危険じゃないか。やはりここは鈴掛様の言うことを聞くべきのような気がした。あの、私は歩いても構いません。馬に関しては一番よくご存知の鈴掛様のご意見を聞いた方がいいように。女が口を出すな。うわ、ええ、兄貴。だが言いかけた言葉はケイ様に遮られてしまった。いや、ケ、いや、だいぶ頭に血が上ってるなこの人。しかもそう言われてしまってはもう何も言えない。いや、多分この時代的に男の方が立場上っていうのはあるんだろうな。超これきついわ、言い方が。なぜケイ様はこんなに言葉がきついのだろう。言われとる。言葉を投げつけられるたびに刀を向けられてるような気分になる。女ではありません、姫でしょう。佐京さん、姫の言葉を遮ってただの女扱いとは何事ですか。ナイスフォローすぎる。ほら、姫も歩くって言ってくれてるよ。それに命の重さに順番なんかないって僕は思ってる。順番つけるなんておかしいよ。馬だって人だって生きてるんだ。辛い時は助け合わないと。だからそれが綺麗事だって言ってんだよ。実際はそんなままごとみたいにはいかねえ。なんでそれがわからねえんだ。ああ、話の流れ返ってきちゃった。多分なんか事情があるんだろうな。こっちは K の兄貴は K の兄貴でね、鈴掛くんはもう
生きてきた環境があれだから、多分妖怪に育てられたんだよね、この子は。だからこういう考え方なんだろうね。どちらでもいいが、早く決めてくれ。ああ、このままでは日が暮れる。まあまあ、ケイも鈴懸もピリピリすんなって。暗い顔してると延べ送りの行列みたいになっちゃうぜお二人さん。あーすごい、ちゃんと花嫁行列らしく明るく楽しくしとくのも仕事のうちだろ。いいようにしてる場合じゃないって。あーそうか、そういうこと考えながら空気作ってたのかな、エニシさんは。って考えるとすごいけど。俺もエニシに賛成だ。おー、この雰囲気はやはり良くない。あ、よかった。周りはいく分か冷静。行列の雰囲気というのは思いのほか周りに伝わっているものです。たまには縁師殿も良いことを言いますね。ちょ待てよ、たまにはは余計じゃねえ。いや、たまにはだよ。何を言っているんですか。そここそが大切なのですよ。ひでえ。ひどい。違いない。確かにな。それでどうするのか。エニス様、味方がいない。どうするんだ。やはり歩きます。それでもいいですか。構わないが、誰かに手を引かせた方がいいだろう。ああ、そうですね。姫、誰にしますか。よかった、降りる方向になったんだ。そして出てくる選択肢、まあ、誰でもいいと思ったけど、まあこう、まあ、姫の意思でね、手を引かせる人はまあ決めるべきですよね。どうしようかな。いやでも本当に興味だけね、見たい人一人いるんだけど、本当に興味でいい。ごめんね、多分ね、かよちゃんは選ばないと思うけど、ごめん、一人だけ本当に興味で選ばせてもらうね。はい、ではケイ様でお願いします。俺かよ。まあいいけどな。ちゃんと箱根宿まで連れてってやるよ。喜んどるやんか。さっきまでブチ切れてた人とは思えないな。呆れたように言われて少しだけ体がすくむ。さっきあんだけきつい言葉投げられてるのに、よく選べるなぁと思ってるでしょうね。私だったら絶対選ばないけどね、あのかよちゃんとあの同じ立ち位置にいたら。めっちゃ怖かったもんさっき。でもケイ様は言葉は悪くても効率を重視はしていても、仕事に対しては真摯で真面目だ。だから苦手意識を感じても嫌いにはなれないのだろうと思った。自己分析できてるね。それに守ってもらってるんだもん。いつまでも苦手だって思ってるままじゃいけないよね。これは昨日の夜のことも聞いてるね。とはいえ、それがうまくいくかどうかは私にもさっぱりわからなかったけれど。いや、まだ歩み寄りが大事だからね。多分、K の兄貴もね、怒りたくて怒ってるわけじゃないから。はい、そのまま東海道を進んでしばらく経った頃。あ、なら、姫。何？はい？あれ？この間の旦那じゃね？え？誰？誰？エニス様に示された方へと視線を向けてみれば、そこには見覚えのある商人さんがいた。あ、あれか、あれだ、一日目に助けた人か。あ、そうそう、貸し本屋さん、そうそうそう。あ、そうだそうだ。なんかね、旅先でまた会ったら、おい、そこの旦那、よろしくお願いしますみたいな会話してた。はい、何か。おお、なんと、この間のお侍様と姫様ではありませんか。話の合間に合う感じなんだね。貸本屋さんの、あ、貸本屋のご主人、またお会いしましたね。無事、そういえば前の時に、旅路の途中でまた会うことがあったら本をくれると言っていた。そうそうそう、いい人だな。本も高いだろうにね。本当はお姫様ではなくただの身代わりなのだけれど、そこは心の中で謝っておくことにして、貸本屋さんが並べてくれた本の中から読みたいものを一冊選んだ。読めないんです。あ、でもこれはくれないかな。これは奇境ですね。どうしようか。
ではこれをいただいてもいいですか？もちろんですとも。姫様に楽しんでいただければ、私もその本も幸せです。ありがとうございます。箱根宿を前にしてご褒美をもらった気分だ。後で大切に読ませてもらおう。本陣で出る前に読むのもいいかもしれない。はい。あ、そうそう、こうやってね、絵巻物を手に入れました。製品版ではご褒美の画面の貸し本屋からご覧いただけますということですね。これキャラクターがやっぱ違うんだな、色によって。あ、ここで終わりか。はい、体験版はここまでとなります。続きは製品版でお楽しみくださいということでね。はい、じゃあ剣が君 4S、 あ、これで終わりですね、体験版。はい、ありがとうございました。ご視聴の方どうでしたか？まあ、楽しんでいただけるとね、ありがたいです。まあ、多分このゲーム、この実況、ね、配信してた後だと多分もうこれ発売されてると思うんですけれど、まあ、この、私が今やってる V っていうのと、あとなんかファンディスクみたいなのも一緒になってるので、あそこの下のやつね、ちょっと下に行けないんですけど、うん。まあ、これも遊べるということですね。はい。じゃあ、この辺でね、名残惜しいですが、終わろうと思います。ご視聴の方ありがとうございました。この実況がよろしければ、チャンネル登録や高評価の方していただけるとね、嬉しいです。はい。それでは、課長アスカでした。また、どっかでね、お会いしましょう。バイバイ。